そうそう、キルさん、この前ついに私あれになっちゃった。あれ？恥ずかしいんだけど、ぎっくり腰になっちゃったの。ぎっくり腰？はぁ、あ、ちょっと年齢感じちゃった。めちゃくちゃ痛いのよね、あれ。もう全然動けなくて。それは大変だったな。言ってくれれば駆けつけたんだが。本当？でも駆けつけてくれても、キリュウさん何してくれるの？東洋医学に基づいた最先端治療をしてやるぜ。すごい、キリュウさん。何でもできると思ってたけど、そんなこともできるの？いや、冗談だ。さすがにそれはできないな。キリュウさん、本当に変な人。でも、できないなら、できるようにすればいいわ。次ぎっくり腰になった時は、キリュウさんを呼ぶから。それまでに東洋医学を学んでおいてくださいね。え、任せとけ。だが病気になると健康のありがたみを感じるよな。そうですね。健康なうちは一人でも大丈夫だけど、病気や怪我しちゃうと一人で生きるってほんと大変。改めて誰かそばにいてくれる人が欲しいなって思いました。キララは今そういう人はいないのか。引く手あまたのように見えるが。全然なんですよね。どこかにいい男はいないかしら。なんなら紹介するぜ。え、本当？ああ、俺の身近な人間でよければな。どんな人なんですか、その人は？一応建設会社の社長をやってるぜ。へえ、社長さん、すごいじゃないですか。できる人なんですね。まあな、シマノの狂犬として恐れられているくらいだ。あの人より土葬をうまく扱える男を俺は知らねえ。え、土葬？そういえばあれからフォーシャインはどうだ？無事に馴染めたか？おかげさまで。自分から話しかけてきっかけを作ったら、若い子たちとも仲良くなれたわ。それはよかった。特に小雪ちゃん、あの子は可愛いし人懐っこいし、いい子ね。ああそうだな。まあまだどんくさいところはあるが、でもあの子は将来的に伝説のキャバ嬢になりうる逸材だと思う。私が言うんだから間違いないわ。昔のユキさんに似ているわね。確かに小雪もユキに憧れてこの世界に入ったくらいだからな。あんな素敵な子に憧れてもらえて、ユキさんが羨ましいわね。俺はキララに憧れているぜ。え？それってどういうこと？いや、俺もキャバ嬢になるならキララみたいになりたいと思ってるってことだ。そう、どうもありがとう。キリュウさんはおかしな人ね。そうでもないさ。褒めてないんだけど、やっぱり変な人。しかし順風満帆のように見えるキララでも誰かを羨ましく思ったりするんだな。そりゃそうよ。私は正直、少し前までの伝説のキャバ嬢だった私は好きじゃないし。どうしてだ？あの頃の私は誰にも負けたくないっていう気持ちだけで働いてたの。お客様のためでもお店のためでもない、私のプライドのために働いてた。結果的にそれで生活は満たされていたけど、心は満たされないままだった。ふん、
客様のこともどうやってお金を引きずり出せるかばかりで、その人の生活や幸せなんて考えなかった。お客様を第一に考えるフォーシャインやユキさんとは真逆よね。とんだ未熟者だわ。キララ。私はきっとそんな真逆のユキさんに勝つことで自分が正しいことを証明したかったんだと思う。バカよね。いくら売り上げで勝ったってそんな心構えのやつが勝てるわけないのに。キララ、お前はユキを憎んでいたんだな。え？いや、別に憎んでいたわけじゃ。キリュウさん、人の話聞いてた？え？違ったか？違う。もう憧れてたのよ、私は。ああ、憧れか。自分には絶対になれない存在。そして、自分がなりたかった存在。それがユキさんだって気づいたの。もう言わせないでよね。恥ずかしい。すまんすまん。だが今のキララにはユキと同じような温かい魅力を感じる。今のお前なら本当の意味でユキに勝てるかもしれねえぜ。そう？なら現役である以上それを目指さないとね。憧れのユキさんに近づけるように、自分が一番だって胸を張れるように頑張らないと。ああ、今のキララだったらきっとなれるさ。